今回の話題は大谷翔平選手。メディアは報じないが凄まじいメジャー記録をまた達成、しかもまだ5月、投手として3回の偉業ということについて紹介します。敵地ボルティモアでのオリオールズとの3連戦の初戦となる今日、大谷翔平選手は3番 DH 兼投手で出場し、5勝目をかけた登板となりました。なお試合球場ボルティモアは100年前に二刀流選手としても活躍したあのベーブ・ルースが生まれ育った場所で、この聖地で投げるのは2021年8月25日以来2年ぶり。前回は5回4失点で勝敗こそつきませんでしたが、自己ワーストの3本塁打を許しており、リベンジのマウンドとなりました。そんな中迎えた今日の試合、結果としてはエンゼルスは9対5で勝利し、エンゼルスは今季22勝20敗とし、ア・リーグ西地区5チーム中単独3位をキープしています。そして大谷翔平選手は投手としては7回98球5奪三振被安打4、被本塁打3、5失点と、打たれた安打のほとんどが本塁打という結果でしたが、3登板ぶりに白星を飾り今季5勝目となりました。そして今日は何といっても打者として大活躍。第1打席フォアボール、第2打席シングルヒット、第3打席特大9号スリーランホームラン、第4打席スリーベースヒット、第6打席シングルヒットで、惜しくもサイクル安打達成はなりませんでしたが、今季初となる投打同時出場した試合でのホームランを含む5打数4安打1ホームラン3打点を記録しました。さてそんな打者として大活躍だった大谷翔平選手ですが、今日の3安打猛打賞、猛打賞という呼び方は MLB ではありませんがによりメジャー史上1位タイの記録に並んだのです。メジャーの過去のさまざまな記録を掘り起こすことでも有名な MLB 公式サイトのサラ・ラングス記者はツイッターに、1961年エクスパンション時代以降に投手として3安打を記録した試合、2023年翔平大谷3試合、2008年カルロス・ザンブラの3試合、2001年リバン・フェルナンデス3試合、1971年キャットフィッシュ・ハンター3試合、なおまだ5月と投稿したのです。1961年エクスパンション時代というのは、1961年にメジャー球団数の拡大に加えて試合数が1904年以来57年間続いたシーズン154試合から現在と同じ162試合に増えた時のことを指します。なおこの1961年に面白いことが起きるのです。それはニューヨークヤンキースのロジャー・マリスがベーブ・ルースのシーズン最多本塁打60本の記録を破る61本の本塁打を最終162試合目に打ったことで、当時ほとんど神話的な数字であった60本を破ったことでこの記録への論議が沸騰し、コミッショナーの判断でこの61本はあくまで参考記録として、154試合でのルースの60本、マリスはこの154試合通過時で58本を最多記録とする裁定が下されたのです。ロジャー・マリスについてはなんとなく聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。それは昨季アーロン・ジャッジ選手がア・リーグ本塁打記録を塗り替える時に何度も話題に上がった選手です。アーロン・ジャッジ選手は昨年ロジャー・マリスが持つ1961年アリーグ年間本塁打記録の61本を超え62本塁打を記録しました。このアーロン・ジャッジ選手の本塁打62本より多く打っている記録は過去全てナ・リーグで1位73本塁打バリー・ボンズ選手、2001年、2位70本塁打マーク・マグワイア選手、1998年3位66本塁打サミー・ソーサ選手、1998年4位65本塁打マーク・マグワイア選手、1999年5位64本塁打サミー・ソーサ選手、2001年6位63本塁打サミー・ソーサ選手、1999年とこれだけいますが、3選手ともにドーピングに絡んでいたため汚れた記録として捉えられており、アーロン・ジャッジ選手が昨季62本塁打を打つ前はロジャー・マリス選手が持つ61本をメジャー史上最多と見る人が多かったのです。こうして見ると歴史と記録はいろいろとつながっていることがわかりますね。大谷翔平選手が投打二刀流で活躍していることは理解はしていても、最近麻痺してしまっている気がします。打者として猛打賞を取るだけでも素晴らしいことなのに、それを投手として登板しながら今季まだ5月ながら3回も取ってしまっていることに改めて驚かされました。今季あと1回投手として登板時に猛打賞を取ればメジャー単独1位の新記録となります。あまり欲張ってハードルを勝手に上げて落ち込むのは避けたいところですが、期待してしまいます。さて
それではここから今季大谷翔平選手が投手として登板しながらの猛打賞1回目と2回目の試合を記録として振り返っておきます。今季投手として登板しながらの猛打賞1回目、4月28日本拠地エンゼルスタジアムでのアスレチックス戦、今季6登板目で無傷の4勝目なるかに注目された試合に3番投手兼 DH で投打同時出場。初回全球ストライクでたった9球で3人でピシャリと締め、アクセル全開、サクサク打者を片付け、3回まで37球5奪三振被安打0とパーフェクトピッチングを見せます。しかし5対0エンゼルス大量リードで迎えた4回に突然崩れます。ピッチコムの調子も悪いようで、厳しい表情の中レッドボールフォアボールでピンチを広げると、今季初被本塁打となるスリーランホームランを浴びます。ホームランを浴びるのは79イニングぶりのことです。そして続く打者にデッドボールを与えると、さらにパスボールでノーアウト2塁とし、続く打者にツーランホームランを浴び、この回1イニング5失点となりました。しかしその裏、エンゼルスは2点を取り、大谷翔平投手に勝利投手の権利が戻ってきます。その後5回6回と無失点で切り抜け、6回終了をもって降板しました。結果としてはエンゼルスは8対7で勝利。大谷翔平選手は投手として6回93球8奪三振被安打3被本塁打に5失点とし、今季無傷の4勝目を獲得。打者としては5打数3安打1打点と大活躍。特にシングルヒット、ツーベースヒット、スリーベースヒットとこの日猛打賞達成で迎えた8回の最終第5打席、先発投手としてサイクルヒットという史上初の偉業がかかった打席では、センターに大飛球を放ち、大谷翔平選手は打席で一瞬止まり、打球の行方を見守りますが、すぐに少し悔しげな表情で一塁ベースに向かって走り出しました。結果的にはあと数メートルフェンスに届かず、メジャー史上初の偉業達成は紙一重で逃すことになりました。今季投手として登板しながらの猛打賞2回目、5月4日敵地セントルイスでのカージナルス戦、今季7登板目で無傷の5勝目なるか。また現代野球として扱われる1893年以降の記録では、2021年デグロム投手の記録を超えるメジャー新記録、11先発連続で3安打以下に抑える達成なるかに注目された試合に3番投手兼 DH で投打同時出場。投手としてこの日靴紐を何度も直す姿もあり、初めてのマウンドにアジャストしてないのか多少コントロールは乱れ、初回にソロホームランを浴びますが、1回2回と6つのアウト全てを三振に奪います。特に2回にはエラーで出したランナーが無視三塁まで進んでからの3者連続三振と圧巻のピッチング。しかしまた間の4回が訪れます。長打2本とホームランでこの回3失点、5回を投げ切り1点ビハインドでマウンドを降りました。このままでは大谷翔平選手に今季初黒星かと思われましたが、最終9回にエンゼルスがトラウト選手のホームランで逆転、負け投手にはなりませんでした。この日は5回97球13奪三振被安打5被本塁打に4失点とし、5勝目なりませんでした。残念ですが現代野球として扱われる1893年以降の記録では、2021年デグロム投手の記録を超えるメジャー新記録、11先発連続で3安打以下に抑えるの達成はなりませんでした。ただベーブ・ルース以来史上2人目のメジャー記録、通算500奪三振100本塁打、しかもベーブ・ルースより500奪三振に必要としたイニングは3分の1、500奪三振までア・リーグとしては最速、メジャー史上2番目、1900年以来の近代野球で打者として500安打投手として500三振を記録した5人目の選手という3つの記録を打ち立てました。そして打者としてはシングルヒット2本とツーベースヒットを放ち、5打数3安打1打点を記録しました。さて今日の試合により、大谷翔平選手は投手としては9登板53投球回5勝1敗、防御率 3.23、 奪三振71、奪三振率 12.05、 被打率1割4分5厘、ウィップ 0.91、 ウィップは1イニングに何人ランナーを出すかの投手の成績の数値で、1.00 以下だと最高評価。打者としては打率とオプスを上げ、155打数47安打打率3割3厘9本塁打29打点19四球オプス 0.932、 オプスは出塁率プラス長打率で計算され、選手がチームの得点にどれくらい貢献できているか
得点のきっかけをどれくらい作れているか、野打者の成績の数値で 0.9 以上だと最高評価という成績です。今日は苦しみながらも5勝目、メジャー記録に並ぶ今季投手として登板時3回目の猛打賞、そして投手として歴代2位の特大ホームラン、今日も朝から楽しませてもらいました。打撃の調子は良さそうですし、明日の試合楽しみにしたいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また来てくださいね。